スイス、ジュネーブキャンパス EU ビジネススクールはスイスに本部を置くマルチキャンパス型の私立のビジネススクールである。世界的に非常に高い評価を受けるビジネススクールの一つであり、スイス、スペイン、ドイツにキャンパスを構え、執行機関がスイスのイボルヌにある。国際的なビジネススクール認定機関を含め、様々な国際認証機関から認証を受けている。 ビジネススクールである。CEO マガギネの MBA ランキングでは2015から2018年に、渡り4年連続世界第1位に選ばれている。また、85カ国以上から学生が集まっており、言語、国籍の多様性があることも、特徴の一つである。今までに、全世界に2万5000人以上の卒業生を輩出し、卒業生は、 平均参加国語を操るマルチリンガルである。1973年、アントワープにシャビエル・ニーバーディングが、そして1982年、ブルッセルにドミニク・ジョゼア・ウガク部長が EU ビジネススクールを設立。国際関係、企業経営及び企業家育成のユネスコチェアを担当するダーク・クレインが現在の学長を務める。EU ビジネススクールは英語で行う。 ビジネス教育プログラムを提供している。プログラムは学部レベルと大学院レベルに分類され、企業経営の学士、修士、博士課程のプログラムを提供している。また、上記の学位は、ドイツ政府からも認証されている。ボーダー学部及び大学院プログラムは、企業経営、企業財務、国際ビジネス、国際マーケティング、グローバルバンキングファイナンス、 企業家育成、リーダーシップ育成、E、ビジネス、デジタルメディア、人事及び評価管理、コミュニケーション広報、レジャーツーリズム、国際関係、スポーツマネジメント、ビジネス及び持続可能性、ビジネス設計管理、家族経営マネジメントといった様々な分野を提案している。学部及び大学院プログラムに加えて EU ビジネススクールでは、 エグゼクティブ経営学士、オンラインで受講可能な国際ビジネスの修士号及び経営学の博士号プログラムも用意している。EU ビジネススクールにはシナワトラユニバーシティとの二重学位制度もある。2013年にはジェセルトンカレッジとの二重経営学士に関してマレーシア資格機構から仮認定を受けた。さらに EU ビジネススクールでは東南アジアを及び ロシアにてビジネススクール提携プログラムを展開している。本プログラムはアメリカ、スペイン、スイス、ドイツ、イギリス、ロシア、カザフスタン、台湾、中国、マレーシア、タイにおいて学生たちの国際キャンパス間での交流を活発にするためのものである。ボーダー IEU ビジネススクールはイギリス・ドイツ両国の国家認定の文学志望である ダービー大学の国際ビジネス学士およびイギリスドイツ両国の国家認定の MBA と科学修士であるローハンプトン大学の国際マネジメントの修士を提供している。どちらもアナビンによりエイチが与えられている。EU ビジネススクールは国家認定大学であるペース大学とフィッシャーカレッジとのジョイントプログラムを提供しており、それぞれの大学の学士号を授与する。など、 2011年1月 EU ビジネススクールは中央及び東ヨーロッパ経営能力開発協会から国際品質認定を授与され2015年に更新された2014年11月 EU ビジネススクールはスイス障害教育機関品質保障機構より認定を受けたスイスの EU ビジネススクールが提供するビジネスプログラムは2010年3月より 大学ビジネス教育国際協議会の完全な認定を受けた。EU ビジネススクールが提供するすべてのビジネスプログラムは2009年以来ビジネススクールプログラム認定協議会の認定を受けた。2013年1月 EU ビジネススクールはジュネーブ産業及びサービス商工会議所のスポンサーとなった。スイスの EU ビジネススクールは スイス連邦プライベートスクール協会、ジュネーブプライベートスクール協会、ジュネーブ湖地域スイスプライベートスクール協会の一員である。EU ビジネススクールは、社会におけるビジネス学会、ビジネス教育のためのヨーロッパ理事会、および経営開発のためのヨーロッパ財団の一員である。EU ビジネススクールバルセロナ校はカレッジ及び大学のヒスパニック協会の一員となっている。 世界各国の様々な団体が評価及び発表している MBA、DBA など各種ランキングについては EU ビジネススクールの公式サイトにも掲載されている。グローバル MBA ランキング2020年2019年2018年2017年2016年2015年オンキャンパスの MBA プログラムはヨーロッパの MBA ランキングの上位グループに入り、 2013年グローバル MBA ランキング2021年2020年グローバル MBA ランキング2021年オンライングローバル MBA ランキング2020年ボーダー2015年 EU ビジネススクールスペイン校はクアクアレリシモンズ社の実施したヨーロッパの MBA プログラムに関するロアランキングで全46プログラム中2位になった EU ビジネススクールスペイン校の卒業生の平均給与上昇率は138%である。授業料は2番目に低い額で平均して23ヶ月で投資金額を回収できることになる。EU ビジネススクールは2013及び2014年の QS グローバル200ビジネススクールレポートで IMD とザンクトガレン大学に次ぎスイスで3番目に位置づけられている。 積極的に MBA 卒業生を採用する社員2000人以上の企業の雇用主による本評価は厳選されたビジネススクールの総括としての側面を持つ。2013年及び2014年の QS レポートはスペイン、スイス、ドイツの EU ビジネススクールのキャンパスを33位にランク付けした。2013年 EU ビジネススクールは グローバル200ビジネススクールにおいて、QS の女性のためのトップ MBA リストで8位にランクインした。2011年の QA レポートでは、EU ビジネススクールスペイン、スイス、ドイツ校が39位にランク付けされた。2010年、EU ビジネススクールスペイン校は、クアクアレリシモンズ社の実施したヨーロッパのビジネススクールランキングで、67校中52位に、 ランク付けされた。2011年 EU ビジネススクールはキャピタルマガジンにより女性の学生に最適な世界のビジネススクールの6位に選ばれた。2010年 EU ビジネススクールはソーシャルメディアを積極的に活用する国際的な MBA スクールトップ50に選ばれた。ボーダー e EU ビジネススクールモントルー校は責任ある経営教育を行うこと。 研究すること、ソートリーダーシップを育てることを国連が支援するイニシアティブである責任ある経営教育原則に加盟している。EU ビジネススクールは企業の社会的責任及び国際的労働機関の認定プログラムを提供している。グリーンクロスインターナショナルは2014年に持続可能性アワードを EU ビジネススクールより授与された。2012年、 EU ビジネススクールは持続可能性を持つ経営の文学志望を立ち上げた。EU ビジネススクールはコンセホラティのアメリカーノデスクウェリスでアドミーニストラス4機関のメンバーである。過去40年間で EU ビジネススクールは24の名誉博士号を授与した。以下のものなどが受賞者として名を連ねている。2014年6月25日 同派銀行の最高経営責任者の r シー・タラマン氏にグローバルガバナンスの博士号を授与。また、翌年2015年にホーブスにビジネストップリーダーの一人として選出され、6位にランクインした。元スイス大統領のアドルフ・オギは、著書アドルフ・オギに政治家とスポーツマンの出版に際して、投稿が国連へと招待した。2015年6月27日、 EU ビジネススクールはブライアン・ククソンに民放博士の学位を授与した。EU ビジネススクールはジュネーブ、モントルー、ミュンヘン、バルセロナにキャンパスを構え、他にも世界各地にパートナー施設がある。すべてのキャンパスでは英語で指導する同一カリキュラムに従うことで学生が別の国へと転校する上でも容易になっている。 ジュネーブ湖から五分の位置にジュネーブキャンパスがあり、数キロほど行けば、フランス並びに、スイスアルプスがある。ジュネーブといえば、国連の事務局、世界貿易機関のオフィスなどがある。キャンパスには、図書館もある。モントルーキャンパスは、モントルージャズフェスティバルで有名な、モントルーの中心部にある。ミュンヘンキャンパスは、南ドイツ地方のバイエルンの州都の中心部近くに、ある。 最新鋭の設備を備えた施設にて講義は行われる。学生は必要に応じてブロックウエストのにアクセスすることができる。バルセロナキャンパスは市の中心部から10分ほどのとこにあるラボナボーバに一致する。すべての教室にはスマートボードが設置されており、学生は必要に応じてブロックウエストの良い,いライブラリーにアクセスすることができる。すべてのキャンパスで Wi-Fi が利用可能で、 コンピューター実習室が設置されている。EU ビジネススクールは、クラセロビジネスネットワーキングプロジェクトの教育パートナーである。CBN は教育、エンターテインメント、ネットワーキングの組み合わせである。2013年、EU ビジネススクールは、スペインのメイクアウィッシュ財団及び FC、バルセロナ財団に、企業の社会的責任アワードを授与した。2013年12月、 EU ビジネススクールは近隣のサリア、セント・ゲルバーシュの役所と協力して学生歓迎イベントを主催した。2014年7月 EU ビジネススクールはニューワールドというタイトルにてテッド・バルセロナのイベントを開催し8名のゲストスピーカーが社会、建築、医学、技術の将来に関するビジョンを共有した EU ビジネススクールで文化におけるビジネス上の 課題を抗議する教授であり、カタルーニャ民主集中のメンバー、欧州自由民主改革党副党首を務めるマルク・ゲレロは、2013年12月に、リーブーティングヨーロッパという本を出版した。この本は、ヨーロッパの将来に関する、楽観的なエッセイで、過去の価値観と将来の不確実性の間で、ヨーロッパが引き裂かれてしまったことに関して述べている。EU ビジネススクールは、 モントルージャズフェスティバルの変則的パートナーの一員である。2015年1月 EU ビジネススクールはイボルヌニテスイス経済フォーラムキックオフロマンディイベントを主催した。2016年3月 EU ビジネススクールはスポーツ産業における国際的な投資フォーラムであるアイスポートフォーラム2016とのコラボレーションを実現した。同月 EU ビジネススクールバルセロナ校は、シャンプーヤナユピンでウナバーセッツイグランデスエカルの第2班に参加した。ありがとうございます。